鳥谷敬サッカーの方が好き。今はバットもボールも見たくない。現役引退後も体型を維持する鳥谷氏に対し、鹿野が鳥さんはすごいね、 OB の中でもトレーニングを一番してる、だって現役終わっても未だに朝5時から走ったりとストイックに体を鍛えていると語った。鳥谷氏はトレーニングは好きなんですけど、ただ野球はあまり好きじゃなかっただけでと本音をポロリ。鹿野が怒られるよとツッコミを入れると、なおも鳥谷氏はサッカーの方が好きと譲らなかった。そして野球は仕事で得意だったし、仕事としてがっつりやってやり終えたから今はバットもボールも見たくないときっぱり口にした。こいつしょっちゅうこれ言ってるよな、子供の頃から野球嫌いやのにやらされてたって。筋肉ファンタジー通りた兄、あんなに試合出たのに。高校も野球強いところじゃないしな、埼玉から甲子園出たけど。ガンバのイベントに出てたな。野球部ってサッカーの方が好きな役多いからな、逆にサッカー部は野球に興味ない。でも石井和久もそんなこと言ってたから、監督とか GM とか突然するかもよ。息子がガンバ大阪のジュニアにおるらしい。もともとサッカー選手になりたかったんだって。 J リーグ発足に影響されて赤星と小学生の頃はサッカーやってたらしい。サッカー好きはずっと言うてる気がする。こう言ってる割に喋り出すとずっと野球の話してるけどな。今野球の仕事してないの？本当に野球嫌いなら阪神クビになってからロッテにしがみついてまで現役続けないだろう。これ言って誰が得するん？今後野球と完全に決別するならええけど。イメージ悪いだけやわ。人の何百倍も何千倍も野球やってきたんだから、そろそろ飽きたっていいだろう。まあ遊びや息抜きでやるサッカーと部活や仕事の半ば義務みたいな野球じゃちゃうやろ。そういうキャラを演じてる可能性もありそうだけど、今の元プロの扱いなんて大谷ホルホルに加担させられるだけだろうし、皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。